はい、皆さんおはようございます。万歳大家です。今日はいよいよね、4月の2日、5時58分火曜日、4月の2日ワンアンカン。今ね、給油中のこのバイクに乗せてもらって、ドンバン、タカシアンドンバンに行きます。ここはインタマラの通りだと思うんだけど。皆さんこんにちは、すんだもんだよ。今日は福岡駅に続いて那覇便の就航発便に乗るためにバイクタクシーで空港に行くところから始めたのだ。はい、まあ、ウーバーでいらしてております。聞こえるかな、この声。はい、着きました。ドンバン空港です。時間は6時18分。なんと20分で来ちゃいました、20分。すごいでしょう。これね、バスで来た時この陸橋でね、ドンバン空港方に行くパターンですよね。昔はね、夜遅くドンバン到着の時なんかね、結構この道使ったんで分かってますよ。ここアライバルなんで、上に上がらなきゃなんないですね。ドンバン空港です。前回のホーチミン行きの乗りそびれたっていうようなことはありません。いやー、でもな、日本帰ったらまたすぐこっち帰りたくなるんだろうな。はい、デパーチャーズ。これですね、8時、沖縄、これ就航処分になります。はい、今回はですね、これ持ってるんで、チェックインカウンター並びません。そのままね、イミグレーション出国に入ります。一回イミグレーションの中入ったんだけど、ひょっとしてセレモニーやってんじゃないかなと思って、こっち前回ここね、この辺りで福岡便ね、就航の時のセレモニーやってた、その痕跡があったんだけど、今回何もやんないの、違う場所でやるのかな。戻ってきた甲斐がなかったちもって、でも人が多いね。もう一回入り直します。これです、これ21番ゲート。はい、コーラルラウンジ来ました。あれあたりかな、24番。もう朝から着付け薬フェダーブローです。今時間は6時45分でございます。まあ15分ぐらいいて、7時にはね、もう搭乗口の行きたいと思います。COVID で閉鎖されたこのね、上に上がるね、ミラクルラウンジ、いよいよ始まってますね。今度ここ入りたいと思います。今回はね、もうコーラルラウンジ入っちゃったのでね、今度ということでね。いや、今ね、ラウンジ入る前に、もちろん先にイミグレーション、パスポートコントロール終わってから保安検査ね、荷物のチェックをするわけですが、その荷物とチェックしたすぐ後にゴーラルラウンジなんですけど、そこでね、まだね、某国の方がね、まあ、日本語で言うと、あんたここ行ったいでしょ、何やってんの、違うわよ、ですごい剣幕で女の人同士がね、まあ、怒鳴り合ってるみたいな感じなんですよね。それで見かねたタイのね、その保安検査の係が、チャイエンエンですよね、あんまでかい声出さないでみたいなこと、なんか話してましたけどね、その人たちにね。8時那覇、これで8時那覇、21番ゲート、はい、行きますよ。はい、ここが21番乗り場です。那覇発のね、就航処便。全然なんかそういうセレモニーとかね、そういったような雰囲気は全くありませんね。FD240 那覇行き、スケジュールタイム8時。
はい、これが就航処分の機材です。特別ね変わった感じじゃないね。福岡行きはね321ってねなんかロゴがついてるんだけど、これは全くのねまっさら普通のエアアジアの飛行機です。はい、クルーが入り始めました、機内に。なんか今聞いたらねムーンライアースイップカーだから90% の搭乗率だっていうようなことを言ってました。はい、搭乗始まりました。機内でねなんかすんのかな、セレモニー全くなしです。で時間は7時34分です。あと30分あります。今ねアナウンスね、ほらほら沖縄花ですよ。沖縄花万歳王やもこれから沖縄花行きます。滑舌滑らか枝豆。あ、沖縄便の日本語の、ね、案内もありますね。登場します。時間は7時47分。今のところ全部ねこの e ボーディングパスでこと足りてます。座席は、6F、12分前ですね。はい、ボーディングします。お客さんはね結構日本人多いけどやっぱタイ人も結構多いですね。タイ人7割、日本人3割感じかな、よくわかんないけど。 A320 の200ですね。普通の機材、この椅子のね狭いのはねいつものエアアジアって感じだよね。これで5時間ですよ。 AJ204FD240B 沖縄那覇空港行きでございます。就航処分です。本日の飛行時間は4時間55分4時間55分でございます。本日の機長はワラヨットさん、操縦士はシナポンさん、私は日本語話すジョムイネと申します。飛行機は間もなく出発いたします。出発に備えお座席の背もたれ、テーブル仕掛けを元の位置にお戻しなり、シートベルトはしっかりとお締めください。はい、プッシュバック始まりました。時間は7時59分。定刻よりもちょっとだけ早くプッシュバック始まってます。沖縄処分の FD240 便に乗ってます。案内申し上げます。機内の気圧が低下している場合はご着用中のフェイスマスクをお取り外しして、酸素マスクを鼻と口に当て、ゴム紐を顔にかけてください。マスクを強くよーし、離陸の機体が待ってるね。なんか珍しいな。あのウィンドソック見えるかな、完全に横風ですねこれね。横風っていうか時計で言ったらね10時方向から4時方向の方の風、斜めかな、そんな感じです。はい、ランウェイに入ります。テイクオフです。沖縄行き就航処分のテイクオフがもうすぐです。時間は8時11分です。はい、前の機がね離陸しました。はい、スタティックポジションに入ります。はい、一度止まります、正式にね。 あとに続く便もあそこにいるね。2機います。2機、はい、3機になったね。はい、加速が始まりました。テイクオフです。はい、機首が鳴りました。テイクオフしました。8時13分です。うん、いい天気。
千綿菜の政府合同庁舎の真下、真上飛んでます。チャオプラヤ川とクレット島が見えるね。あの辺なんだけど結構霞んでるな。はい、左旋回です。やっと反応しました。ここ時間は9時13分。やっぱりダナンとホイアーの間飛んでますね。時間は9時21分です。はい、香港のそば撮ってます。ここです。時間は11時19分です。 Get gas in about 1 hour 30 minutes. From now we will be landing at the destination. We would like to welcome everyone to the inaugural flight on the route from the Okinawa up to Asia. On this special occasion, we have prepared a special keychain for ourGuests on board, and as a token of appreciation for flying with us today, we are also delighted to inform you that there will be also a welcome activity and ceremony prepared by Okinawa government and local authority at the arrival hall area. AAsia, thank you for having trusted and chosen to experience Okinawa by flying with us on our new Dome Okinawa. We wish you a pleasant flight and remarkable time.In the Japanese Paradise Island of Okinawa. Thank you so much. あ、今ここ飛んでます。台湾の南です。時間11時40分。新規就航フライトにご搭乗いただき誠にありがとうございます。この度に皆様にエアジェ記念のキーホルダーをお配りいたします。はい、キーホルダーもらえる。また到着後降りられましたら新規就航にあたり就航セレモニーも行われます。皆さんもぜひお楽しみください。本日はエアジェのドンナム沖縄就航初フライトをご利用くださいまして誠にありがとうございました。枝豆イベントが始まっております。はい、もう台南の真下飛んでます。時間は11時51分です。だいぶ沖縄本島近づきました。1時34分です。 なんか着陸前の処置へ入りました。まだそんなに時間ないと思うんだけど、早く着きすぎみたいな気がする。1時38分です。はい、だいぶな空港に近づいてきました。ザマミが見えてきましたね。ザマミ島、ザマミ島です。ということは北原の森林なのかな。うわー、海が綺麗だね。すごいケラマとかザマミとかケラマブルーなんて言ったりしますからね。13時46分です。今機長さんからのランディングっていう記念放送があり
ました。1時間早くランディングするみたいです。はい、ギアが降りました。車輪が出ました。13時53分。はい、空港に入りました。第2滑走路です。はい、タッチダウンしました。時間は、おお、ブレーキがきつい。13時55分、ちょうど1時間前だ。すげえ。ちょうど1時間だ。ちょうど1時間前に着きました。機長、副操縦士をはじめ、乗務員一同、また皆様とお会いできますことを心よりお待ちしております。本日はじゃあ那覇空港に着陸したのはあのなんだクアラルンプル行きの緊急着陸以来じゃないかなと思いますよ。雨雲が近づいてきてるっていうメッセージがスマホに届きました。那覇到着です。さあこの後にね、放水のお出迎えがあるかどうか、そこもねちょっと楽しみです。さあそろそろスポットに着くんだけど、セレモニーあるのかな。あそこか、ないみたいね。あのスラシドエアーは石垣からです。さあ放水あるかな。シャワーないみたいですね。福岡の時あったんだけどね。はい、スポットに到着です。当分か。はい、降機しました。降機の時間は14時12分。はい、直行便で那覇空港です。久しぶりです。あの飛行機とね、エアージア。はい、入国審査入ります。ここでねカメラ外せないと思うので、はい、自動化ゲート。それでね、パスポートコントロールの、自動化ゲートは入国のね、それは壊れてるということでダメでした。はい、14時20分、はい、空港開放になります。万歳大家さんは第1号の入国者だったのだ。だけど、お出迎えの人たちに華麗に無視されたのだ。俺が第1号だ、母なのだ。枝豆。セレモニーはあっちでやるんですか？そうです。私が第1号です。ありがとうございます。いつも福岡まで行ってここ戻ってきたの。はい、ありがとうございます。ここって何時頃から始めます？ちょっと4時から20分からスタートです。あ、4時。1時間早く来ちゃったんだよね。そうですね、ちょっと早まったので、すみません。40分から、はい、ありがとうございます。はい、皆さんね、手荷物待ちなんでなかなか出てこないですよね。外国人の入国審査は行列が長く、さらにターンテーブルから荷物をピックアップするのも時間がかかるのだ。万歳よいは塔の前に着いたから、それでねこれもらいました。リジット沖縄ジャパン。そこにね、県知事さんがいますね。初めてだ、県知事。県知事生撮りです。これはもうみんな日本人でしょうね。タイ人は多分ね、バゲージがたくさんあるから、まだまだターンテーブル待ってるだろうからね。はい、あの白いシャツの左側が県知事さんですね。
カポン、コーラポン様をはじめ関係者の皆様、本日はバンコク中路線の新規就航誠におめでとうございます。はい、この方は系統が525番台、はい、なります。よいしょ。にゃんごちゃん、はい、お元気ですか。にゃん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 、逃げないぜ、ほらすぐ逃げんだから。にゃん、みみみみみ、なしてんの、なしてんの、なしてんの。